こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはビューティーアート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくビューティーアート行きました。続いて前へ行くのはジムギャロップ、さらにはディストーティドヒューモア、2番アイフレンドヒット、その後ろエルムハースト。どうやら後方からの競馬、先頭に戻りましょう。ビューティーアート先手を取りました。その外からディストーティドヒューモア、並んで13番ジムギャロップ、アイフレンドヒット、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はディストーティドヒューモア、ここで先頭が入れ替わりました。ビューティーアートディストーティドヒューモア2番手に控えました。カワチシュールいい位置です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はカワチシュール、カワチシュール先頭、あと 200m、 カワチシュール先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はディストーティドヒューモア、カワチシュール1着、カワチシュール完勝、カワチシュール1着。2着はエルムハースト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カワチシュールまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのヘイドックパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、アグネスワールド前に行きそうです。シュアユニーク、それに続いています。さらにはサンフォードディガー、5番アルホース、その後ろシェルコンフィデンス。どうやら後方からの競馬、前に戻りましょう。アグネスワールド先手を取りました。その外にサンフォードディガー、並んで13番グリークローマン、内からはスパークトリビュート、シュアユニーク、そのうちに続いています。並んで4番ライラックニース、その外からファンシーダイヤモンド、内からはニュークリアディベート、その外からデアリングマリーン。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。アグネスワールド先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はスパークトリビュート、残り 200m、 アグネスワールド先頭だ。残り 100m、 これは強い。2番手はスパークトリビュート、アグネスワールド今ゴールイン。段違いの強さです。アグネスワールド1着、2着はスパークトリビュート、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アグネスワールドまさしく日本が世界に誇れる馬です。短い直線に入って、後続は届くかどうか。ここで先頭はブラックタキシード、ヘイムオペラ王先頭、ヘイムオペラ王先頭、ブラックタキシード追いすがります。ヘイムオペラ王ゴールイン。ヘイムオペラ王1着、2着はブラックタキシード、勝ったのはヘイムオペラ王、エーシンキャメロン敗れました。これは掲示板までです。
さあいよいよ直線の攻防、先頭はメジロロッチ先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はミッドナイトベッド、あと 200m、 先頭はミッドナイトベッド、残り 100m、 ミッドナイトベッド先頭、2番手はノーブルコンサート、ミッドナイトベッド1着、ミッドナイトベッド1着、2着は微妙です。1番人気に応えました、ミッドナイトベッド見事です。Thank you.